くお願いします。ちょっとカメラの位置がもうちょっと上かな。よいしょ。はい。で、大阪からですか、なんかバスかなんか知りますか。今回は飛行機で初めて来ました。すごい、はい、あってますね、ちょっとね。いや、そう、1時間くらいで、爆睡してたら、キャビンアテンダントさんに起こされて、で、ツイートパスよって言われて、周り見たら誰もいなかったです。結構すごい確率があるね。そうなんですよ、最近ね、もうひどくて。これひどいですね。そうなんですよ。さっきのお兄ちゃん、受験勉強で相当取ったんですけど、はい、それに勝ると元がない。勉強してたんですか。あ、勉強してないですね。え、じゃあ何が入ってるんですか。何ですかね、今までの僕らさんしてて、作ってる授業になってて、それで立ちっぱなしっていうのと、小学校1年生の時は肩こりになってて。じゃあエリートですね。足肩こりエリートです。運動してた時はだいぶ押しちゃったんですけど、もう今すごいです。すごいですね。めっちゃ気持ちいいです。あ、本当になんかどうしようと思って、肩こりひどすぎて頭痛もひどくなって。じゃあ苦労じゃすごいですね。すごいです。それでなんか吐き気するぐらいで、あすごいです。お姉さんね、大阪じゃなかったらね、なんか街でねベッドかなんかちゃんと寝ていただいて。今一泊二日行ってちょくちょく来るんですけど、めっちゃ楽しいと思って。うん、毎週土曜日ね、いるんで。あ、そうなんですか。ここですか。ぜひお願いします。ハロウィンぐらいまでやってるんで、それ以降は寒くなっちゃうんで。あ、そうですよね。でも、夏とかめっちゃ暑くなかった。いや、乗り越えてきましたよ。すごい。倒れるかと思いました。ですよね。やっぱあれですよね、こういうキャリーとかコロコロカート引いたりするから、はい、それだけで体ねじれますからね。そうなんですよ。右利きなんで、右手ばっかりで引くんで、やっぱり左とかで引かないと体が。住んでたところが洋服屋さんのそういう会社とか事務所がめちゃめちゃ センター街とかめちゃめちゃ多くて、皆さんやっぱりこういう風から、新たにこうちゃんと持ち上げたりとかバイヤーさんがこうどこにもらわないとか。まず服なんか結構重たいので。重たいですもんね。重たいです。服だけじゃなくて、なんか一緒なものね、小物とかバッグとかね、なんか一緒にねやったりとか。原宿で、はい、すごい。私は全然もう、なんですかね、普通のお店っていうか。久しぶりに行って、でもなんかもっとなんか久しぶりでもいいねぐらいの、は
ムからこの辺までがもうピッて、はい、ここ若干ね、やっぱりね、ちょっと弱いのかな、だからちょっと疲労感があるあと、こういうの肩の前の方が硬くなっちゃう、あー、ここを伸ばしつつ、はい、伸ばしつつ、肩甲骨の際の、あー、めちゃくちゃだけはまだ1年、まあ、2年目か1年くらい で資格取って真面目にやり始めたのがここ5年ぐらい、そうなんここまではね、全然もうそんなことない、いいと思います。でももう若いですよね。いやもう全然もう50前ですよ。本当ですか？昨日47。おめでとうございます。ありがとうございます。ずっとダンスばっかりやってたんですよ。ずっとダンスってやってて、でその合間にあのやっぱりファッション気になるからダンス、だからそのダンス系のファッションの、あのお店とか、あとは自分であの韓国に仕入れに行って、で原宿であの売ってたみたいな、好きなことをやって。人のことを伝わる気持ちが全くなくて、でそれがなんかもう落ち着いて、あ、自分の体も悪くなってきたし、あの、まあ、いろいろやってきたらこういうことは大事だなって言うんで真面目に勉強して、で、あの今まで勉強してきなかったことを外で、なんか家族が自分の勉強でもあって、はい、人と話してたらなんかそういうのも人と話してたらいろいろ吸収できますよね。そうだから、ね、今日のお姉さんの話だいぶ勉強になります。あ、本当ですか。全然しょうもないですよね。いやそれぞれ人生絶対価値ありますよね。みんな一生懸命ですよね。してくれてるから、それをまあ、
しく生きていけたらいいんじゃないかなって。そうですよね。中にはね、いろいろ勉強してほしい。それを続けていると思う。確かに、それはそれ自体がすごい自信持てるなら、いいかなって。やっぱりね、自分のことをやっぱり好きにならないと、人にそれが伝わらない。不景気なことできない人はね。俺はもう日本の大統領になるんだって考えてるぐらいの方が疲れる。自信なかった。なんかでも全然自信なかった時が、今もその自信ないんだけど、ずっと下向いてこうやって歩いてたんですよ。やっぱりなんかもう、部活やってたんですけど、部活先生上向いて歩けって言われて、で、上向いて歩き出してから、どんどん周りの景色でも見えるようになってきて、すごい、なんか、あ、こんな感じの人もいるんやって、いろいろ見えてきて、すごい楽しかった。自分に余裕ができると、周りも見えてくるし、あと自分のね、意外な一面ね、ああ、私、そういうところもあったんだっていう。Thank you.
るところを見て、シワが痛くなります。なんかだけお願いします。ありがとうございます。なんか自分が思ってたより
予想以上に肩が凝ってたのでびっくりして、そうです、すごい気持ちよかったです。ありがとうございます、ありがとうございます。じゃあまたこっち来た時よろしくぜひお願いします。ありがとうございます。